いやこれ可愛いと思ったら反対は違う色でこういうの。この色も可愛いねんけどな。これは2個目って感じかな。うん、このちっちゃめのやつ。このぐらいのね。いや、こんなんねんけど。めっちゃ可愛いこれ。あ、じゃあ始めます。これめっちゃ可愛いの見つけた。あのフォロワーさんに教えていただいて、私ここよく通ってたんですけど、初めて入ったんやけど、これさあれやねん、あの京都のあの美術館にもこれよく置いてあったんやけど、やっぱりこの店舗限定っていうのがあるんやって。これバッグなんやけどめっちゃ可愛くない？でさ、天気の傘もこんな可愛いの、素敵、可愛い。こんなポシェットもある、めっちゃ可愛いんやけど、すごい、知らんかった。インスタグラムもさ、めっちゃおしゃれでびっくりした。素敵。なんか有名なお店なんやけど、私だけ入ったことなくて、多分みんな知ってると思うんやけど。でね、これとかはブレスレットになるんやって。これ私めっちゃ可愛いと思ったんやけど、ちょっとしてみよう。ほらー、めっちゃ可愛くない？かっこいい。すごい。あ、そうや、今日本で黒沢さんの下駄履いてきたよ。いいでしょ、めっちゃお気に入り。なんかいろいろあるんやけど、なんかのこれがこのままでも使えるし、なんかこういう私が今日たまたま持ってきたカバンにこうやって、ね、こうやって、ね、引っ掛けてもらって、うん、なんかそんなにこれ色変わらへんねんけど色変わらへんけど、え、めっちゃ可愛いと思うこれ茶色やし、そうそうそう、でもこうこれいいですよね。すごい可愛い。え、じゃあこっちつけてもらおうかな。これも気になってるから、これもいいですか？すいません、この上からでもいい。あ、なるほどなるほど、何枚やってもいいってことやね、うん、そう。いやー、いいわ。これめっちゃいいわ。重ねちゃいますね。なんか丸くなって余計可愛くなった。ほんでこうやって出かけて荷物が増えたらね、サブバッグに使ったらいいですよね。めっちゃ可愛い。10キロ、そうなんですか、はい。なんか前からいいなと思ってたんやけど、このグリーン今日のお店ね、うん、お着物ね、なんかね、ぴったりぴったりすぎるめっちゃいいこと聞いた。そうなんだ、ね、お洗濯も洗濯機でできるので、うん、すごくぴったり。あ、ありがとうございます。朝から持ってらっしゃるかと思って、あ、嬉しい褒めてもらっちゃった入るぐらい。持ってます持ってます。ね、持ってはるでしょう、着物。また素敵なバッグ。これもお店のやつですよね。そうです、この絞り、ね。わあ、かっこいいわ。いやでもすごいいいと思う。めっちゃいいと思う。全然違うバッグみたいに見える。いやこれ。いや今までね、結構美術館で見て何回も迷って買わなかったんですけどそう、でもこんな使い方あるんやと思って。うわ、色が綺麗やわ、すごい。京セラさんですよね、美術館って京セラ美術館ですよね。あ、そうですそうです、はい。ちょっとあの、お店の方がやっぱりね、委託なんてちょっと限られてるんで。そうですよね、京セラさんでも好評いただいて。うん、
そう、なんか美術館見てあそこのお土産ゾーン、お土産ゾーンっていうか、そのとこ行くとついついね、いろいろ買ってしまって、ね、あそこ楽しいですよね。そう、でなんかあまた次来た時にとか思いながら毎回悩んでたんやけど、これいいわ、めっちゃ可愛いわ。何これ。可愛い。ちょっとお値段とかも載しといていいですか？いやーかわいい、かわいすぎる。名前とかは、はい、ね、検索したら見れますよね。あ、はい、あのバーチー京都でやってるので、バーチー、はい、ひらがなでバーチーで、バーチー、はい、バーチー京都は京都、はい、京都は京都で。このカバンめっちゃ可愛いねんけど、すごい可愛い。軽くていいですね、これ。すごい可愛い。今 YouTube 見てくれたはる私の YouTube 見てくれた。すごい。もっと可愛いねんけどな、実際は。もっともっと可愛いんやけどな。こういうのもブレスレットとか、うん、それにいいなわけ。ねえ、とかにつけてもらってもめっちゃ可愛い。この色めっちゃ綺麗。めっちゃ細かい。首に、はい、はあ、いいですね。最近首のシワが気になってしまって。どこですか。いいな。いや、これ可愛いと思ったら反対は違う色で、こういうのバイカラーって言うんですよね。かっこよく言ったら反対が違う色やと思ったらバイカラーや。このキラキラのもいいけど、まあそうやな。また買えばいいことやねんけど。この色も可愛いしな。この色も可愛いねんけどな。これは2個目って感じかな。これ使いやすそうやけどな。迷う。これも？このちっちゃめのやつがこのぐらいの、いや同じ大きさなんですね。え、これは染めてあるんですよ。ああ、白を黒で染め、なるほど、って感じです。と見てたまと、この辺が、ここら辺めっちゃ使いやすそう。そうですね、ねえ、はい、絞りにっていうのがよくわかるかと思います。へ、こんな感じで糸で出る。あー、すごい、めっちゃグリグリ、ね、はい、届けます。これも可愛い。まあねけど、めっちゃ可愛いこれ。すごい。これいくらやろ。これいくら。蛍光色めっちゃ可愛い。ユウのキャットも綺麗。うん、それいいなと思ってました。進めないでください。あ、気づいてありました。うん、気づいてました。そっと見てました。このバッグもすごい素敵よね。それおいくらなんですか。あー、いいですね。でもお洋服とかでも使えそうやし、ね、いいですよね。もうほんまにめっちゃおしゃれで、あのインスタがすごいかっこよくて、もう感動しちゃった。あとでちょっとみんなインスタ見といた方がいいよ。めっちゃかっこよかったよ。どうしよ、これか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 。どうしよう、ほんまに迷う。
黄色がいいんやけど、でもこれパイピングがついてんのが可愛くって、でもこれは期間限定なんやって。うん、うん、なくなったら終わりやって。これもっと作ってほしいけどなっていうとこ。じゃあこれにしようかな、地味なやつ。いや地味って言っても派手やけど。これも可愛い、この蛍光のやつめっちゃ可愛い。じゃあどれにするかはお楽しみで。終わりまーす、バイバーイ。ちょっとさ、今買ってさ、お支払い終わってからさ、ちょっと気になるやつ羽織ろうと思って、羽織らせてもらおうと思って。あ、いいですか、こっちから、あ、こっちから、はい、これこうした方がいいかな。あ、あれ脇はないのかな、はい、こっち、はい、よいしょ、よいしょ。あ、めっちゃ軽い、めっちゃ軽い、当たり前やけど。え、これ袖のとこはどうなってんの？これ入ってる？あ、これ入ってないな。こうやな。これシルクですよね。めっちゃ軽い。持ち洗える。チリよけに。そうなんです。チリよけに置き物とか、ね、あの帯全部。これめっちゃいいですね。前が紐になってるので。あ。ここで結んでもらって、あ、ほんまや、はい、ここ紐になってる、ほら。スタッフさん恥ずかしいからめっちゃ離れまんねんけど、わかる気持ちわかる、私も顔出さへんし。いやーすごい、下手に行くと、いやいやいや大丈夫ですよ、引っ掛けてもらったりとかして。なるほどね、全然何にも着てへんみたい、ね、めっちゃ楽ちんで、着物あったら雪とか気にしなくていいから、洋服でもねえ、ちょっとその寒い時とかに入ると全然違いますよね。そうなんや、それはいいわ、荷物にならへんのめっちゃいいわ。ちょっとめっちゃ今日取れなかったな。こんな粉になるんでくしゃくしゃにしといてもらったらいいね。はい。こんななった、こんなちっちゃくなった。ほんで軽いし、で、それこそさっきのあの、ちっちゃいあの、カバンに、あのちっちゃいカバン、なんちゅう名前なんですか？あ、プチバッグ、プチバッグにこれ入れて、持ってたら完璧やん。めっちゃ可愛い。え、これ5万いくらでしたよね？ちょっとお金貯めときます。いや、これめっちゃ、この色そんですっごい綺麗。ねえ。ほんまや、背筋と一緒、うん、ちょっと実際もうちょっと深緑なんやけど、ちょっと明るく映ってるんやけど、素敵な色やわ。着させてもらってありがとうございました。もうご存知だと思うのですが、ややさんのイベントが熊本の釣り屋さんであります。要チェックです。台風が接近中、晴れ女の皆様、祈ってください。自撮りで一生懸命写真を撮ってるバーチーです。こちらの写真は実は今度有名なインスタグラムでご紹介していただけるかもです。今回文三郎さんにお世話になったんですが、初めてのお店だし撮影するのどうしようかなって思ったんですけども、スタッフさんとお話ししていたらすごく気もあったし、商品もめちゃくちゃ可愛かったので、今回初めて行ったんですが撮影に成功。本当に親切にしていただきありがとうございます。もちろんお気に入りなので買いました。とっても可愛いし、お洋服でも着物でも使えるから、これから文三郎さんの商品にハマりそう。本日も最後までご覧いただき本当にありがとうございます。今回の文三郎さんの情報は、もともと
あの前に鼻緒スニーカーの話題がありましたよね。フォロワーさんが鼻緒スニーカーの本店、あの京都の茶山にあるらしいんですけども、そちらに行かれて鼻緒をあのご紹介してくださって、すっごい可愛い鼻緒がいっぱいあったんですね。その中で絞りの鼻緒が気になってお問い合わせさせていただいたら、そちらが文三郎さんの生地を使った鼻緒っていうことで、今回あの文三郎さんのお店の方に直接お伺いしたのがきっかけでした。もう少し涼しくなったら自転車で茶山の鼻緒スニーカーのお店にも行ってみたいと思っています。今回のように私が好きそうだなって思った情報を教えていただいたり、皆様が探されている情報を私が探しに行ったり、これからも着物生活が楽しくなる情報をシェアできたらと思っています。最近はショート動画で簡単に結べる帯の結び方をシェアしたり、水曜日の夜8時30分からは YouTube ライブで言いたい放題生の声をお届けしています。こちらのバーチー京都のチャンネルはアラフィフでおしゃれと美容が大好きな私が着物にハマった最近の様子をシェアしています。今日の動画が良かったよ、共感していただいた方はぜひチャンネルの登録をして次の動画をお待ちください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。